MA 劇団の篠原夏実と今井桃子です。次回、2016年6月10日から12日に、シャトリカローテンプ劇場にて、無名工機械という作品を上映いたします。でこの作品はですね、スペースドラマ2015という昨年度フェスティバルに参加させていただいたんですが、その年に優秀劇団に選出していただきまして、で翌年2016年度の共同プロデュース公演という形で6月に芝居を出させていただくことになりました。今回はですね、横光リーチの機械をモチーフにしまして、その女子がうちの劇団が多いので、女性をメインにしたその人間関係であったりとか、その負のスパイラルであったりとか、そういう私は誰でも陰酸な部分を出していく舞台だと思っております。舞台装置にですね、マンダラアートという白黒のモノトーンの絵を描いてらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、マンダラアートの天野武さんというアーティストの方とコラボさせていただきまして、衣装とか舞台装置にそのデザインとかを参加いただいて、美術品のような美術展示みたいな形の前で私らは暴れまくという形をさせていただきます。横光リーチの機械、もともと男芝居なんですけども、それをもうまるっと女子ばっかりで結構バイオレンスな感じでギスギスしながら頑張っていきたいと思います。で、また、豪華な曲演奏とちょっと発表させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。ぜひ6月6日から12日に試合会場のデイに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。